吉田隆市長は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての苦行。藤原北家家十字流吉田屋、県大納言、吉田教長の次男。官位は、小蔵位、県中納言。皇太子孫子新皇の東愚助を務め、新王が五代醐天皇として戦争した、文法2年2月26日に、蔵人頭に抜擢される。 同年8月24日には産議に昇進する。元王2年3月24日には、県中納言に任せられ、左兵ただし、ケビンシベットを兼ねるが、日吉大社の新人を禁国したことに、延暦寺からの抗議を受け、9月10日に、阿波ゴン森に左遷される。ただし、同年12月には許されて帰京している。元行元年7月26日に、兄、貞房が、 県大納言を辞すると、同日に民部教に任せられたが、同三年六月十六日に、これを辞している。夕食古日と、兄、貞田夫佐の原稿を記した、吉口伝いを編纂したが、小中二年六月二十三日に官を去って出家、格言と合した。南北朝分立後、兄の勇士となっていた三男、藤永と共に、京都に残る。平三年、 上和4年、藤永が屋号を関路寺と定めた際に南朝に仕えていた貞房の子宗房と着流の地位をめぐって争ったことがその太歴に見える。昌平5年、上和6年、余命短いことを悟った高市長は、有意識論を書者、その中で現在北朝に仕えている一門の者が藤永しかいないことを嘆き、家門の存続を願っている。 翌月の74歳で死去した。ありがとうございます。